日本各地で悪事を働くお祭り軍団、人に化けたタヌキの少年バケルが太鼓のアクションで立ち向かう。やったぜ。さらに桃太郎や金太郎など、おとぎ話の英雄に化ければ攻撃手段も変化。そして巨大ロボット同士のバトルも。日本全国を駆け巡るタヌキの少年バケルの活劇が始まる。